はい、始まりました、今回は漫画マネーの件ですね、漫画マネーの件についてお話ししたいと思います。まだね1巻しか読んでませんけども、続けてね2巻目からどんどん読んでいこうと思いますけども、わー面白かったですね。引退したねプロボクサー花岡健、彼のねまあ一代記と言いますか、その1年後の話なんですね。はい。で、引退したプロスポーツ選手なので、まあ、そこそこ有名であると、ね。で、まあ、第2の人生として居酒屋を経営したりとか、タレント業をね、したりとか、テレビに出たりとか、もう引退したね、プロスポーツ選手のこの悲哀がですね、存分に描かれてるんですね。まあ事業はねあまりうまくいっていない、しかしまだ資金はあるという、そういう状態ですね。はい。でね、この引退したプロボクサー花岡健はですね、まあ引退後に実業家をねやってる、若手の実業家をやってるという、そういうね、まあ設定なんですね。今まではね、プロスポーツ選手ですから、プレイヤーなんですね。で、引退してからはこのね、自分では働かないけれども、お店を作り、人を雇い、働かせるという、そういうね、マネージャーや監督のような、そういうね、まあ、立場になってるわけですね。これも面白いところですよね。はい。そしてこの花岡健ですね、健がですね、あるね、社長と知り合うわけですね。この社長、通信教育の業界で大儲けしてる、まあそういう社長なんですけども、その社長にね、話を聞きに行くわけですね。まあ自宅に。で、まあ社長の豪邸に呼ばれてですね、花岡は、自分がね、今度出店する、新規開拓する、その飲食店についてのね、意見をどうも聞きに行ったらしいんですね。そうすると社長はですね、その社長はもうそこは必ず失敗するとこう言い切るわけですね。いやーこれね、でね、この社長がねもう先の先まで見えていて、あ失敗するだろうなと思って必ず失敗すると言っていればですね、これは親心みたいなもんですよね。失敗する前にやめとけと諭すということね。で、もし仮にねこの社長がよくわからないんだけどとりあえず必ず失敗すると言った場合、これはね面白いですよね。考えてみるとどういうことかというと、県のね新規飲食店が成功するか失敗するかわからないと、しかしどちらにも対応できるですね、アドバイスをすると。例えばね、必ず失敗すると言っておいて、県の飲食店が失敗した場合、この社長はほら見たことかと、俺の言う通りだと、ね、俺の意見は聞けと、ね、そういうふうに、まあ、信頼性を高めることができますね。それから、必ず失敗するぞと社長は予告しておいて、県のね、新規飲食店が大当たりした場合、大儲けした場合、これはですね、社長の間違いだったわけですから、社長は間違いを認めて、ケン、お前は才能があると。もう俺のね、見る目がなかったんだと。お前は素晴らしいと。こうね、称賛すれば、まあ、角は立たないですよね。もしかしたら仲良くなれるかもしれない。はい。ということで、この社長のね、お前の店は必ず失敗するという言い切ったこれ。これはね、どちらにも対応できる、まあ魔法の言葉みたいな、そんな感じがしました。はい。でね、それでこの社長はどうしたかというとですね、まあ失敗するやめとけと言って、社長はね、1億円出すと言い始めるわけですね。社長の手持ちの金の1億円を出して、まあ、投資をするんだと。いうふうに言い始めるわけね。これ面白いですよね。お前のアイディアじゃダメだけども、社長自分自身のね、意見を
提案を聞き入れるんだったら1億投資してやるということですね。まあこれはね、県が試されているということなんですけども、まあ、条件としてね、県の今やってる飲食店ちょっと赤字ぐらいですけども、これ全部ね閉めろというんですね。閉めて、まあ生産して、店を閉めて社長のね提案する、まあ事業に参加せよと。まあこれは難しいですよね。まあ要するに社長の部下になるみたいなことですから。はい。まあ投資してくれるのはありがたいけども、この経営者としてのね本質的な部分、それをですね買われてしまうんですね。いやー、これはね、いくら社長がねこの件をね試すと言ってもですね、いやーひどい、ひどいなー。はい。でまあその後の交渉でですね、なんとかこの情報を引き出してね、県は、社長に気に入られ、しかもですね、ハードルを落とした投資をねしてもらえる可能性を引き出したんですね。はい。どのようにハードルを引き落としたかというとですね、まあ投資はしてもらえると、1億円は投資はしてもらえると。しかし県の今ある店ね、県の今持ってる飲食店、居酒屋とかね、これをですね2ヶ月以内に、純利益30万出せと、要するに儲けさせろというふうに、そういう条件なんですね。それができたら1億円投資してやると。県のね飲食店はですね毎月10万円ぐらいの赤字だったんじゃないかな、確か。赤字が続いてて、その店をね毎月30万の純利益の儲けが出るように、まあ、しろというわけね。これはね、難しいことではありますけども、不可能というわけでもないので、なかなか美味しい、条件を引き出しましたね、県はね。はい。このね、純利益という言い方ですけども、このね言葉はですね、まあ収益から費用をね引いたもの、この、差額がですね、まあ純利益と考えてもらっても、ざっくりとね考えてもらっても構わないと思いますね。まあ飲食店で言うならばですね、お店の売り上げね、お客さんが払った、まあお金、それからですね店の従業員のまあ給料とか、家賃とか食材の費用とか、そういうものを全部ね引き算したものが、残ったものが、純利益と、そういうふうにね考えてもらっていいと思いますね。もしそれがマイナスだったら純損失と、いうことなんですけども、まあこの言い方はね、お店やってる人はね、すぐわかると思うんだけども、普通のね人はねあんまり、概念としては理解できないですよね。ただこれね、なんとなく儲けだなと、儲けを30万出せと言われてんだなということぐらいはねわかるわけですね。ですからここはギリギリのラインですよね。これ以上ね、簡単に言い換えるとですね、もうリアリティがなくなってしまうというね。この社長と県との会話のリアリティがね失われる可能性があるんで、ここがね限界かなと思います。はい。でこのマネの件ですけども、主人公花岡健のね面構えがいいですね。まあ男前というような感じ、雰囲気はありますけども、まあ個性的な、顔面構えですね。あのね、目がギョロギョロしてるんですね。こうカッと開いてね、でこう顔の筋肉がこうこわばったようなね、そういうね、まあ凛々しい
ね、そういう、まあ独特の顔ですよね。はい。まあ県にね、この1億投資すると言った社長ですけども、県の実力を試すために見るために、2ヶ月で自分の店を黒字にしろと、ね、いう条件を出しましたね。まあこれはね、純粋に県のね、腕を試すという意味はあったと思いますね。しかしですね、同時にこの社長は、もしね、万が一1億円がね、目減りすることがあれば、どうするか、どのようにして回収するか、これはね、考えていたと思いますよ。うん。もう訳のわからない若者にですね、1億投資して、まあ、それがね、すっ飛んだら、もう、シャレにならんですから、はい。ですのでね、例えば1億円こう投資してですね、これがまずいなと思った時にはですね、それをできるだけこう回収して、まあ設備なんかをね売って回収してですね、県にもこう手持ちのお金を吐き出させてですね、多分それでも1億がまあ8000万とかぐらいになってるんじゃないですかね。そしてあと2000万をですね、その県の黒字のお店をですね利用して、返却させると、返済させると、ね、いうね、ことを考えていたんじゃないかなと。まあ、安全策ですよね。まあ、まだね、先に読んでないんでわからないですけども、まあ、そんな風に想像がね、膨らむ、お話ですね。